皆さんこんにちは。スクイズ速報です。オープン戦では首位を獲得し、2年連続最下位からの脱出が大いに期待された中日ドラゴンズ。しかし開幕カードは2敗1分けと12球団で唯一の未勝利に、早くもファンか諦めの声が出ています。その中でも特に深刻なのが、昨年覚醒し中日の主砲として活躍した細川選手の大不振ではないでしょうか。オープン戦ではかなり活躍していた細川選手、一体なぜここまで不振に陥っているのでしょうか。今回は細川選手の不調の原因についてご紹介していきます。昨年現役ドラフトで中日ドラゴンズに加入し、打率2割5分3厘本塁打24打点78と頻打に苦しむチームの中で一人気を吐いた細川選手、月間 MVP、 オールスター出場も果たすなど一気にブレイクし、現役ドラフトの星として一躍有名となりましたよね。打席に立つことが幸せと語っていたほど素晴らしいシーズンを過ごした細川選手、契約更改では年俸990万円から3510万円アップの4500万円でサイン、約4、5倍の大幅昇給となり、いい1年になりました。まさかこんな1年になるとは思っていませんでした。ドラゴンズに拾っていただいてよかったです。現役ドラフトで移籍してきてよかったです。春のキャンプから立浪監督、和田打撃コーチの指導を受けて自信につながりました。皆さんの力があって成績を残せましたとコメント。1年前の今頃は、来季ダメならクビだなと思っていましたと振り返った細川選手、戦力外通告をされるかもしれなかった1年後は中日の首脳陣、チームメイトから頼られる立ち位置に変化。まだ1年やっただけです、これからですと気持ちを引き締めて、来季も中軸に座る決意を見せていました。そして今季はキャンプから快音を連発。2月25日から始まった阪神とのオープン戦では初安打、初敵地打を放つと、3月2日のヤクルトとのオープン戦で本塁打を含む2安打3打点。2月25日の阪神戦から6日のオリックス戦にかけて5試合連続安打を放ちます。また10日の広島とのオープン戦で2安打し、15日から行われた阪神との3連戦では15日の試合こそ無安打だったものの、16日はしっかり振り切ることができました。一発で仕留められてよかったと漆原大成選手からレフトスタンド上段に特大の一発を放つなど、本塁打を含む3安打3打点の大暴れ。17日の試合も第1打席に2塁打、第2打席に四球、第3打席にレフト前に運び、2打数2安打で6打席連続出塁も記録しています。一時期は三冠王にも輝いていた細川選手、開幕直前の楽天とのオープン戦では再び驚愕の一発を放っており、4回1失で迎えた第2打席、ワンストライクから楽天岸選手が投じた内角直球をフルスイング、レフト方向へ飛んだ打球は無人の5階席に飛び込む特大のオープン戦第3号の先制ソロホームランを記録。自分のスイングでしっかり捉えることができました、よかったですと振り返りました。このようにオープン戦で大暴れした細川選手、シーズンでも大きな期待が寄せられていましたが、開幕カードでは一転して大不振に陥ります。29日神宮球場で行われたヤクルトとの開幕戦、細川選手は5番ライトで先発出場を果たします。1打席目、2打席目は四球を選びますが、3打席目は空振り三振、4打席目はライトフライ、5打席目は併殺打と一本出ず、30日の試合では5打数無安打、先日31日の試合でも4打数無安打で、まさかの打撃不振に、特に先日の試合では大ブレーキとなっており、3点を追う6回、相手のベースカバーのミスで得た無視満塁でユーゴロ併殺打、指揮官は今日の負けにつながっていると思うと振り返っています。この日だけで2併殺の細川選手、開幕3連戦で12打数無安打、得点圏は5タコ、試合後は本拠地での仕切り直しに向けてチャンスで得点できませんでした、名古屋で体勢を立て直したいですと必死に前を向きました。
オープン戦ではあれほど打ちまくっていた細川選手、一体なぜ突如として打てなくなったのでしょうか。一番に考えられるのが、やはり研究されているというのがあると思います。ヤクルトとの3戦、細川選手の打席を見ているとかなり簡単に追い込まれている印象がありました。特に30日と31日ですね。基本的に外角を中心に攻められ、外角のスライダーにすぐ手が出て空振り、高めの釣り玉に引っかかるとうまく料理されている感じがありました。実は細川選手、昨年のデータにはなるのですが、真ん中から内角寄りのゾーンはものすごく打ってるの。外角がやや不得意な傾向が出ており、高めと低めは苦手というデータが残っています。一方内角は打率368と得意にしており、こういったデータからも外角を中心に攻めようとヤクルトバッテリーが決めて勝負したのかもしれません。去年細川選手はヤクルト相手には一番打っていましたので、ヤクルト側もより研究したのでしょう。またこの開幕カードで対戦したのがサイスニード選手、吉村選手、ヤフーレ選手の3人でしたが、サイスニード選手は昨年も何度か対戦していますが、吉村選手は怪我で離脱していたのもあってあまり対戦していませんし、ヤフーレ選手は新外国人、しかも吉村選手はストレートの平均球速が150近い右腕で、セリーグではあまり見ないタイプの投手で、ヤフーレ選手は高低に動くボールを投げ込める投手、しかも双方とも制球力が良かったため、初対戦に近いのもあって対応が遅れたのかなと思います。実際ゴロばかり打たされていましたし、思うような打撃をさせてもらえず、このような結果になってると言えます。ただヤクルト相手は得意という数字が残ってはいましたが、神宮球場では打率1割8分2厘と実はかなり苦手にしており、神宮は投手のマウンドの傾斜が独特と言いますし、もしかしたら普段と違うボールの軌道となって対応できなかった可能性もあるかもしれません。スイングも大振り気味でしたし、やはり何か独特なものがあるのかもしれません。現時点で考えられる不振の理由はこのような形だと思いますが、昨年あれだけ活躍していましたし、研究されるのは仕方ないでしょう。また細川選手自身、あれほど出場したこともなかったので、オフの調整などもこれまでと違うものがあり、少々苦戦していたり慌てていた部分もあって、その反動が今来てるのかもしれません。オープン戦では不振だった中田翔選手が開幕から結果を残しているところを見ると、この経験の差は大きそうですね。とはいえ、オープン戦とはいえまぐれであれほど打てません。どこかでしっかり修正し復活するでしょう。次は本拠地のバンテリンドームですし、ここで打てれば少しは変わるはず。立浪監督は先日の試合後、悲観することなくしっかり反省して、また来週にまず一つ取れるようにもうやっていくだけと話していました。火曜日からの本拠地開幕で一矢報いることができるのか、今後の活躍に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。